こでニュースになってた立て札のバカ、うん、市川のバカ立てたんですが、市川さんってどこなんですか、場所。すぐそこ、あそこの土地は、ここの資料館の土地で。でも、一部。一部。一部は道路、一部はうち。ああ。で、基本的に道路家さんがやってるんで。はいはい。あ、役所の。はい、だからそちらに任せてるんで。あ、はい、そうなんですか。だからそういう話はこちらに聞いた方がいい。あ、官民のその区域がありますよね、あそこをまたいで石が置いてあるような気がするんですけど、土地民族資料館の土地だったりとか、はい、あとうちの一部道路区域だったりとか、はいはい、あとその井上さんの土地だったりするのがこうまたがっちゃってるんですね。またがってるんですか、はいはあ、でもあの 川みたいなところは水の通ってない川は、はい、あそこは道路、そうですね、公道っていうかその公のそうですね、でそれをなんか埋めようとしていることに対して井上さんが抗議しているという感じなんですね。そのなんだ川もう使わないからその何上から蓋をしてするということに対して井上さんがその抗議をしているという感じなんですよね。あれってそうですね、溝みたいにこう開いてるところって、はい、ここを、うん、まあ、あのほら蓋をしようとすることしたらそれはダメだよ。なんか、まあ、YouTube の動画で見たら、なんかあそこは昔は綺麗な水が通っててホタルがどうだとか言ってたけど、ただ今は水を通ってない、使ってないってことですか。そう、あの雨が降ると流れるような感じなんですけども、用水自体も秋島の方でもう止めちゃってて、もう全く使わないっていうか、あれむしろ埋めた方が危険もないし、車通る時も危なくないし、あの井上さんが置いた石を、じゃあ僕がどかしますって言って、それは OK ですっていうふうに役所はやっぱり出せないですよね、さすがに。そうですね、勝手にやってくれって感じですよね。まあそうです、勝手に置いたのを取り除くって、多分法律的にならない自給行為になるのかな、どうかしたらまずいですからね、うん、まあ、玄関の井上さんの門の前に置きたいんですけども、そこは井上さんの敷地だと、また井上さんがどう言うかって、それはそれであれなんですかね。でも、もともと井上さんの、あの石は多分井上さんの庭と同じようなものがあったんで、多分庭から持ってったと思うんですけど、そうですね、だからそれを返すこと自体は多分刑法的には問題ないと思うんですよ。100キロ、200キロとかその程度だと思うんですけど、あれを台車に乗せて持ってって、門、全部門のところに置き返すっていうのはできないんですかね。ゴミとかだと、はい、ボランティアの人が入ってくれたり、はい、取ってくれたりってするんでね、はいはいはい、だからゴミとかだとほら結構地域のボランティアの方がきれいに清掃する目的でやってもらってるケースあるんですけど、はい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 、はい、あ、でもそれやだから公共の場所になんか散らかってた場合に、うん、だから掃除とかしても、うん、役所は文句言わないですよね。それと同じように石を、うん、誰かが勝手に置いちゃって石をどかしても、でも役所的には文句言わないですよね。現状だと、まあ、うち的にはあそこにほら道路って人が通るためだ、人とか車が通るためだったのに、まあ、障害物があるっていうところですね。道路交通76条で、はい、何人たりとも物や人を置いてはいけないと、はい、76条違反だと思うんですけど、あそこは準行動っていう扱いなのか分かんないけど、みなし行動なのか分かんないけど、まあ、そうそう、ね、行動になるんで、まあ、昔のところあの道路っていうのは人が通ったり車が通ったりするのも場所なんでね、っていうところがあるんですけど、はい、所有者が置いた人が分かってますよね、はい、警告をして、どかしてもらうようにお願いをして、どかない場合には一応、また強制撤去みたいなことでは考えないと、ね、うん、でもその度に、でも一時お金使うわけですよね、役所は。まあ、業者に頼んで、あれを、あれですよね、どかしてもらうんですよね。まあ、役所的には文句は言わない感じですかね、多分。まあ、
だって人が、まあ、役所のものでもないですもんね、あの石自体は、まあそうですね、井上さんのものですもんね。そうね、まあ、所有者が不明であればね、ゴミなんかはさっき言ったようなね、うん、ボランティアの方が取ってくれたりとかね、うん、あれ別にだって預かってるものでもないですもんね。まあそうですね、まあ今の段階だと不法に置かれてるっていう、うん、そうですよね、うん、それを保持しなくちゃいけないっていう多分義務もないと思うんだよな、ね、この辺に杭が打って、そうですね、まあ、細かいとここまでがこう道路こういう形でこうなんか道路区域みたいになって、その赤いところのこっち側がで、この鉄のパイプは井上さんのもので、鉄のパイプもね、一部は道路区域なんですけど、あ、そうなんですか。少し一部が井上さんのところにかかっちゃってるような、うん、石に関してはじゃあ完全に全部、全部じゃないか、ほぼ全部ですよね。そうなんだけど、うん、こっちの方は全部歴史民族資料の感じですよね。この2つとあともう一個が道路区域、道路だから どっちにしてもだから、まあ公のスペースの場所に置いてあるということですよね。でこれはね、ちょっとね、溶かすとこの単管パイプが全部くっついてきちゃうんですよ。ああ、一番でかいのはじゃあやめた方がいいってことですか。そうすると、ここが井上さんの色紙に入ってるんでね、一部が、ね。ああ、そうですね。それでなんかまたややこしくなりますよね。そうなんですね。勝手になんか、私物をなんか、ね。もう何年やってるんですか、この争い事は。本当に4、5年ぐらいからちょっと活発になってきたな。あ、本当ですか。わかりました。いや、大体わかりました。そんな状況ですね。ありがとうございました。すいません。